この辺りか。怪しい男を見た場所っての。どんなやつなの？その怪しい男って。男が魔物を斬ってる姿、ビジョンオーブ、体験を振り回す銀色のか。ビジョンオーブか。ところで、さっきから気になってたんだけど、俺、あんたらのことをど？え？それは、その…さて、どこで見たかな？か、なんで考えさせちゃうのさ。かくなる上はバレる前に一撃で。何しようとしてるんだよ、ミゼラ。気絶させるだけだから。それでもダメだってば。なんだ、騒がしい奴らだな。どうしたの、ビジャス。お客さんだ、俺らにな。執行者。がなんでこんなとこに。カナタ、来る。分かってる。俺がみんなを守ってあげる。こいつ本物だよな。ごめんリット、話は後で。ああもう分かったよ、やればいいんだろ。スラムを超えてイグナイトピラー。全力だ。キレッサー現場レンガショー。シャキエッセ熱発エッフラージン。ヒーターエンド邪熱超破弾。楽しかったぜ、それなりに。なあ、一人で悩んだりするなよ。友達ってのは苦しい。結構イケてるでしょ。
なんとか退けた。ああ、思い出した。お前ら、ダーチア村のトガ人か。通りで見たことあると思った。じゃあそっちは？ビシャス、トガ鬼って呼ばれてるらしいぜ。お前があのトガ鬼？ああ驚いた。トガ人とトガ鬼か。まあいいや、さっさと先に進もうぜ。え？いいの？いいって何がだ？だって俺たちトガ人で、だから。そんなこと言われても、俺にはあんたたちが悪いやつには見えないんだよな。だからいいや。それでいいの？お前らのこと他のやつらがどう思ってるかより自分すごい。あ、何が？そんな考え方できるものなんだ。すごいんだね。褒めても何も出ねえぞ。さっさと行こうぜ。暗くなる前に体験の男を見つけねえと。そうだね。ありがとうリット。俺がみんなを守ってあげる。絶対に負けられない。ミズラ、力を貸して。当然だよ、カナタのためなら。まずい。後ろに下がって。なんでそうなるの？俺も戦うって。みんな、もう先輩今、真面目に戦ってた？だって気が乗らねえんだもん。いい修行になっただろ。本当に鍛えるべきはビシャスの精神なんじゃ。ビシャスって結構影薄いのかな。対抗一番で喧嘩売れたいい度胸。違うよ、トガ鬼って呼び方はみんな知ってるけど、意外とビシャスの顔まで。ああ、そりゃあな。全然答えになってないと思うけど、誰かが罪の転映をするとその映像がビジョンセントラルに映し出されるだろう。
で、その映像を見た奴らが断罪を祈ってトガ人が生まれる。確かに、俺がカナタとミゼラの顔を覚えてたの。そうそう、つまりちょっと前だから覚えてるわけ。そっか、ビシャスは騎士団みたいなのや一部の物好きしか。人間なんて勝手なもんでな、正義ぶって人を裁くくせに、すぐにそんなことは忘れちまう。自分が何に腹を立ててたのかも、誰を裁いたのかもね。無責任だね、なんか。まあそれでも執行者は忘れずガンガン襲ってくるし。ずっとそうやって執行者と戦いながら。大ベテランだし、お前らの大先輩ってわけ。嫌です。俺がみんなを守ってあげる。絶対に負けられない。ミズラ、力を貸して。当然だよ、カナタのためなら。これでどう？リットはあの村の人なのに、みんなとは違うんだね。その、俺はもともと漁師なんだ。だから不作だろうとあんま関係ねえんだよ。まあ、いや、今の嘘、関係あるな。漁師の俺が人一倍働かなきゃいけなくなってるわけ。大変なんだね。しょうがねえんだけどな。この辺は魔物も多いし、狩りができるほど体を動かせるのは俺。それにサボると口うるさい幼なじみにどやされるしな。邪魔をするつもり。Thank you.
よし行こう。これね、絶対に負けられない。ミズラ、力を貸して。うん、当然だよ、カナタのためなら。カナタ、減ったな。負けられないんだ。こう。決勝よ。ヤマタの嵐。本気の対戦。よ。あれ来る風。完全にヒート。行くぞ。行くよ、みんな。振りをつけてやる。よ。決まった。私を守ってくれる。守ってあげるって約束したからね。だとしても嬉しい。いないね、体験の男。し、止まれ。いるな、すげえ。さっきだ、見て、あそこ。あ、すごい、あんな大きな魔物を一撃で。体験に銀色の髪、あいつで間違いねえみたいだな。待って、何か探してるみたい。ない。こいどこだ。どこにあるんだ。なんか叫んでんな。困ってるみたいだ。あの、バカ、殺されるぞ。誰だ。待って、俺は敵じゃない。何か困ってるんだよね。その何、欠席を探している。欠席。この辺りの魔物の血の中から取れると聞いてきた。病に倒れて意識が戻らない幼馴染に薬を作るために。じゃあそのために欠席。ああ、だが見つからないんだ。あんた瑠璃色の欠席を探してるのか。だったら場所が間違ってるぞ。そいつが取れる魔物が出るのはこの。何、知ってるのかその場所。え、ああまあ知ってるけど。でもだったら俺たちも一緒に行くよ。病気を治すために必要な。手を貸して。もちろん。うん、かな。ああめんどくせえ、さっさと終わらせてえからさっさと案内しろっつーの。リト、お願い。あー、もう分かったよ、案内。ありがとう。俺、カナタって言います。ベイクだ。
俺がみんなを守ってあげる。次で最後です。カナタより俺の方が活躍してるぜ。ルークには負けないよ。お先に。あ、フリーゾ。終わらせるぞ。俺が終わらせてやる。力を合わせるんだ。刻む。ガレン宝珠学。やるぜ。これでも食らえ。
の名前はジンニャチ星人。君は人間？へえ、ま、これ。マイティーコングマンだ。どんな奴が呼び出したかと思えば、なんだよ、いいコン。私はノーマビアッピー、凄腕トレジャーハンターよ。凄腕ってところが重要だから覚えておいてね。レイヤ・ロランド、よろしくね。一人じゃ無理かもってことも、誰か…見えて武術の心得もあるんだ。よろしくね。ここがその遺跡なの？暗いな。墓地だったんだよ、ここ。古すぎて誰のものかも分かってねえけどな。この先にいるのか？ああ、間違いねえよ。先、進まないの？あのさ、俺、ここで待ってちゃダメかな。何言ってるのさ。道知ってるのはリットだけなんだから、案内してくれないと。いや、そうなんだけどさ。ただ、そのよ。ひょいっと。うわあ！肩になんか！
ちつけって、ただの濡れた髪切れ乗っけただけじゃん。髪切れ？リッド、お前さては。はあ、怖くねえよ。じゃあ先行けるよな。当たり前だろ、そんなのなんでもねえよ。そうか、案内よろしく頼む。おーよ、任せとけよ。よし、行こう。見たか、あの顔。性格悪。褒めてくれてありがとうよ。大丈夫、すぐ終わるわ。ミゼラは俺が守るよ。ありがとう、カナタ。あなたがいるから私は戦える。だからカナタは後ろに下がって。なんでそうなるの？俺も戦うって。せや、あなたに不穏なる怒りの力、目の前のダークに裁きを。これくらい癒しの余熱リーサーエイド。俺がみんなを守ってあげる。行くよ、みんな。負けられないんだ。こうデッドよ。ミズラ、力を貸して。うん、当然だよ、カナタのためなら。ダメだ。癒しの余熱ヒートエイド。楽しかったぜ、それなりに。大丈夫、すぐ終わるわ。絶対に負けられない。ミズラ、力を貸して。当然だよ、カナタのためなら。これでどう？蹴散らせ。私たちの前に立ちはだかったのがあなたの不幸。さあ、燃やし尽くしてやるわ。うわっ、あなたがいるから私は戦える。だからカナタは後ろに下がって。なんでそうなるの？俺も戦うって。なかなかに面倒だったけど、これで最後よ。いつもそう笑ってりゃいいのによ。何か言った？いや、何にも。
邪魔をするつもり。彼方を否定するものは私が全部壊さなきゃ。なのにそんな大きな剣で戦えるんだね。すごいでしょ。見てて。実は結構軽いんだこれ。まずい。負けられないんだ。こう。決勝よ。よし、行こう。これがきっと最後よ。出してる。これが最後だ。準備運動にもならねえ。どうかしたの、カナタ。考えてたんだ、ノチート村の人たちのこと。あの人たちはまるでウサバラシみたいにトカビトが消えることを願ってた。すごく嫌な光景だった。そうだね。だけどさ、少し前までの俺も同じだったんだ。全然深く考えてなかったんだ、消えるっていうのがどういうことか。都合のいい話だよね。悪い人を消して消えるっていうのは、命が消えて死ぬことだっていうのに、俺はずっと間違えてた。このままでいいのかな、カナタ。世間話はそこまでだ。ああ、間違いない。あの魔物の、んじゃさっさと片付けようぜ。うん、やろう。大丈夫、すぐ終わるわ。してみせる。そう気張るなって。欠席手に入れてもてめえが死んだら、その幼馴染は本当の意味で救われねえ。後先考えねえでぶち壊すのは俺の仕事だ。負けられないんだ。こう。まだ。
細かいこと気にしてっとお前ハゲるぞ。それだけはやだ。よし、やった倒したぞ。血跡は？ちょっと待ってろ。こっから先は漁師の腕の見せ所ってな。あったぞ。間違いねえ、瑠璃色の血跡だ。これがあれば。何ボサッとしてんだよ。役目終わったんならさっさと帰れ、バーガ。待ってんだろ。すまない、みんな本当にありがとう。幼馴染さん、大切にしてあげて。ああ、言ったな。ベイグのこと村の奴らに報告して安心させてやらねえと。そうだね。リッドか、これを。その子どうしたんだよ、ひどい怪我じゃねえか。襲われたのよ、うちの子は。体験の男に。え、ちょっと待てよ、ベイグはそんなこと。おい、男の姿を収めたビジョンオーブがあったよな。罪を転移してやれ。ひどいやつだ、子供を襲うなんて。そんなやつは裁かれるのが世のためだろうがよ。やめろ、ベイグじゃない。あいつは大事な人のために。危険なやつには変わりないだろ。見ろよ、このさっさと停止しろ。あいつは消すな。そうよ、やめろって言ってんだ。どうしてこんな。どうしてこんな。みっともねえな。人を蹴落としたって自分らの惨めさが変わるわけでもねえのによ。ダメだ、こんなの。カナタ、もうやめてください。ベイグは悪い人じゃない。勝手に決めつけて人をトガビトになんかしちゃいけない。あなたたちが気軽に執行を願うことで、人は都合よく消えたりなんかしない。死ぬんです。気づいてよ、それが大変なことだって。簡単にしていいことじゃないんだ、人を裁くなんて。なんだこのガキ、どいてろ。このガキの顔どこかで。まずい。間違いない、お前ダーチア村の。やべえ、逃げろカナタ。全員こっちを見て。いい。この人はトガオニ、悪魔のようなやつ。子供を襲ったのもこの人、全部こいつの仕業なの。ミゼラ、お前何を。おいおい、
トガオニって何言ってるんだこの子。そんなのがここにいるはず。いや間違いない、俺は覚えてる。こいつはトガオニ。嘘、本物のトガオニがなんでこんなところに。じゃあ本当に。まさかミゼラって。ずいぶんと面白いことしてくれるじゃねえかミズ。事実でしょ、非道なトガオニさん。いいぜ、確かにこっちはめられてやる。てめえの策にまんまとよ。そっちのがたな。おあのチート村の貧民ども、貧民らしく不作で飢えて死にかけてんだって。自分らが不作なんだったら奪えばいいじゃねえか。ビシャス、何を言ってるんだよ。ああそれ、隅っこで正義ずらして。うるさい、お前に何がわかる。てめえらみたいなのが一番気に食わねえ。手を汚す覚悟もなく正義の傘に隠れて人を蹴落とす、そんな奴らは殺してやる。一人残る。さあ行くぜ。あのガキの次に死にてえやつはどいつ。やっぱりうちの子を切っ。ビジョンオーブだ、早く。てえだ、トガオニを手にしろ。トガオニが出たぞ。こいつは最悪そのものだ、絶対に裁くべきだ。近畿の存在に世界の平穏のため、トガオニは消えるべきだ。絶対に消えるべき。消えろトガオニ、すべての人間のために。消えろ消えろ消えろ。あんなに感謝するぜミゼラ、これで世界中の人間存在を恨み、姿を禁忌とし、あらゆる憎悪の象徴として心に刻む、それがトガオニだ。執行者が来るミゼラ。うん、戦うよ。こいつらは何も悪くねえ。やらせてたまるか。楽しくなってきやがったぜ。やってやるさ。おりゃ、貫く燃えたイグナイトピラー。倒せる。
どうした、もう終わりか。許せない、よくもうちの子供を。子供を切るなんて卑劣な、まれ、貴様も切り刻まれてしまえ。トガ鬼を八つ裂きにしろ。こんな悪魔は切り裂けばいい。叩っ切れ。の時と同じ。ちょっと煽りすぎたか。な、目玉料理にはこのくらいでちょうどいい。いいね、やる。フィシャス、待って、カナタ。ミゼラ、フィシャスを助けなきゃ。そんな必要はない、一緒に逃げましょう。と、何を言ってるの。トガ鬼が大勢の命を奪ったというのは多分。ミゼラ、ダメだ、ビシャスはもう仲間だ。そうだね。ビシャス、俺たちも一緒に。当たり前だろ、地獄行きのこの列車。彼方を地獄になんて向かわせない。私がトガ人だのトガ鬼だの、そんなの知る。行こう、みんな。さあ踊ろうぜ。大丈夫、すぐ終わるわ。やったの？そんな、執行者が？
空、やっぱお前も面白いな。これからも邪魔なトガオにぶっ殺すためにせいぜい。カナタはあなたなんかに渡さない。それを決めるのはカナタだろ。子供が目を覚ましたぞ。よかった、気がついたのね。その傷ちょっと見せてくれ。間違いねえ、これはあいつの爪痕だ。あいつがこの近くに。よかった、子供が。行こうぜ、もう用はねえだろ。うん、そうだね、行こう。待てよ、こいつを。何この紙。香辛料のレシピだよ。材料は全部この辺りで取れる。香辛料、ちゃんとした味。ありがとう、リット。本当にありがとう。いや、そんなに感謝されると逆に、というか礼なんて言われる筋合いはねえよ。むしろ村の連中が悪かった。本当にいろいろうまくいかなくてイライラして、それで。それにきっとみんな本心では怖がってるんだと思う。いつ自分が執行されるのかって怖がってビクビクして生きて、嫌な世の中だよな。そうだね。だけど中にはリットみたいにちゃんと目の前の俺たちを見てくれる人もいる。そのことが俺はすごく嬉しいんだ。普通のことなんだけどな。それじゃあね、リット、ミゼラとビシャスが待ってるから。カナタ、今回のことはでっかい借りだ。その時に会おうぜ。またな。うん、また。
行こう。絶対に負けられない。ミズラ、力を貸して。当然だよ、カナタのためなら。まだ。おや、やってやるさ。腹減ったな。こう、ヘッドよ。そこで。よし、行こう。行くよ、みんな。照らしてくれる。ろうそくってあんまり明るくないし、火も弱くない。小さくずっと私を見ててくれてありがとう。また何か考えてるんだね、カナタ。俺さ、ダーチア村を出た時はただ漠然と、もっと行きたいって思ってた。もっとちゃんと知りたいんだ、この世界に生きるみんなのことも、ビジョンオーブのことも。それはきっと俺が今までずっと目を背けてきたことだから。ちゃんと知って、それで考えたい。俺に何ができるのか。そうだね、カナタはそういう人だもんね。何かをしたいってんなら、俺らが向かってる場所はまさにうってつけだぜ。え、向かってるのって安全な場所じゃないの？ああ、俺が一言でもそんなこと言っただよ。
違うの？このトガオにやっぱり信用できない。じゃあ俺たちはどこに向かってるのさ。俺らが向かってる場所、そいつはな、罪の国だよ。行くぜ、遅れんなよ。はあ、腹減ったな。終わらせるぞ、みんな力を合わせるんだ。んだよ、何見てんだよ。あなたまた生き残っちゃったのね、残念。無敵で悪かったな。大丈夫、すぐ終わるわ。ミゼラは俺が守るよ。ありがとう、カナタ。あなたがいるから私は戦える。だからカナタは後ろに下がって邪魔をするつもり。行くよ、みんな。蹴散らせガモツ召破弾。これで大丈夫、すぐ終わるわ。決定するものは私が全部壊さなきゃ。よくわかんないけどありがとう、ミゼラ。これが最後だ。楽勝だな。
俺死にそうなんですけど。ま、死んだらそれはそれだ。よし、行こう。あなたより俺の方が活躍してるぜ。ルークには負けないよ。お先に。あ、スリーぞ。やってやるさ。やってやるぜ。絶対に負けられない。ミズラ、力を貸して。当然だよ、彼方のためなら。キレが本当に良くて、敵もどうしたらいいか迷ってたから、私はただそこにつけ込んだだけで、そうやってカナタが守ってくれるから私は。俺がみんなを守ってあげる。彼方を否定するものは私が全部壊さなきゃ。よくわかんないけどありがとう、ミズラ。ありがとう、カナタ。あなたがいるから私は戦える。だからカナタは後ろに下がって。なんでそうなるの。俺も戦うって。次で最後。これが最後だ。瞳だ、グレッシュ撃。邪魔だ。おい、なんか邪魔そうだね。なんこれ。
を照らしてくれる。ろうそくってあんまり明るくないし、火もよ。一気に切り抜ける。行くよ、みんな。立ち切る。空が一閃。私は逃げないで。そこで。すごい。女の子なのにそんな大きな剣で戦えるんだね。すごいです。さあ、行くよ。燃えるぜ。負けられない。ミズラ、力を貸して。当然だよ、彼方のためなら。逃さない。次で最後ね。彼方は私にとって光、ろうそくみたいに道を照らしてくれる。ろうそくってあんまり明るくないし、火も弱くない。大丈夫、すぐ終わるわ。行くよ、みんな。すぐの光よ、フォースフィールド。まだまだ。はっ、はっ、水流よ、赤エンジン。戦闘開始だ。信じて、せっ、知らせ。ミズラ、力を貸して、うん、当然だよ、彼方のためなら。それでもか。深いこと気にしてっと、お前ハゲるぞ。それだけはやだ。まだまだこんなもんじゃねえだろ。もっと俺を楽しませてくれよ。かけがえのないもの、君と一緒なら見つけられるかな。Thank you.
よし、行こう。行くよ、みんな。私は戦える。だからカナタが後ろに下がって。なんでそうなるの？俺も戦うって。これが最後だ。燃えるぜ。なんとか勝てた。
何テンション下がってんだよ。楽しい旅なんだ。もっと誰のせいだと思ってるの。トガ人でも安全に暮らせる静かな場所、そこに向かってるって信じてたのに。いやいや、俺そんなこと一言も言ってねえじゃん。お前らにとっても悪い罪の国なんて、名前からして非道徳的な場所のどこが悪くないというの。罪の国にはトガ人になったが執行を免れた奴が集まってるって話だ。よく言うだろ、お友達いっぱい作ってお手手つなぎましょうってさ。仲間が増えるのはいいことじゃねえか。トガ人の仲間なんていらないわ。彼方にこれ以上ミゼラ落ち着いて、また不毛な言い争いのパターンに入っちゃってるよ。ビシャスんだよ、お前も怒っちゃってんの。少しは、当然だろ。ミゼラを安全な場所に。カナタ、じゃあ行くのやめるか。そうなるとここでお別れだね。いや、それはできない。俺たちにはビシャスの力が必要だから。それに正直俺見てみたいんだ。トガ人が集まってる場所じゃ安全とは程遠いのかもしれないけど。相変わらず安っちい考え方だな。このくだらねえ世界に復讐するために。分かりきったこと聞くんじゃねえよ。血に飢えた獣どもを解放してこの世界をぶっ壊すためだよ。気配が近づいてくる。ありゃ騎士団だな。この位置じゃどっちみち見つかるのは時間の問題だ。ならこっちから仕掛けよう。よし行こう。いたぞトガ鬼だ。目にマジ差が足んねえ。もっと覚悟を決めてこいよ。俺の名を呼ぶってのはそういうことだぜ。これでもか。行きます。
択だ。楽しませてくれよ。まずい。ここまでなら。おいよ。
ってやるさ。よし、もう少しで突破できるよ。妙だ。しつこいだけが取り柄の騎士団にしちゃ引き際が良すぎる。それにこの陣形、ひょっとして来たな、トガオニ。総員、前へ。トガオニとその仲間を囲め。罠だったの？もう逃げられはしないぞ。肩をつけさせてもらう。やってくれるじゃねえか。勘違いするな。兵たちは逃げ道を塞ぐためのただの壁。指導精神のもと、お前たちに裁きを下すのは俺という相変わらず自分に酔っちゃって、見てるこっちが恥ずかしくなっからやめてくんね。罪を犯しながら生き恥をさらす貴様らに言われる筋合いはない。あの話を聞いたけど、ちゃんと理由があるんです。黙れ、トガ人の汚な貴様らは生きていて気をつけて、ミゼラ。この二人、うん、分かってる。
イージス。しかしそういう契約で僕は雇われている。分かっている。行くぞ、トガを背負いし者たち。楽しませてくれよ。覚悟しろ、トガ人。気をつけてミゼラ。あの人の狙いは俺たちみたいだ。こんなことだ。そこで。そうだよ。受けてみろ。交流大貢献。雑魚が断ち切る。やるな、トガ人。だがここまでだ。今からトガ人の少年と少女を仕留める。お前たちは捕獲の準備を。どちらかは必ず生きて捕らえろ。罪、この人たちも罪の国を。へえ、そういうわけか。じゃあやらっ。何するのさ、ビシャス。あなた、一体何考えて。お前もだよ、ミゼラ。何のつもりだ。イージス、好機を逃すな。ああ、分かっている。離せ。離して。動くな、おとなしくしろ。やめて、触らないで。いって、この女噛んだぞ。捕らえたか。しまった、トガ鬼がいない。いつの間に。仕方がない、捕らえたトガ人を優先する。隊を二つに分ける。分隊はトガ鬼を捜索しろ。トガ人の少年と少女。どこに連れて行く気。我らが祖国ミラスメグ。結局トガ鬼は取り逃がしてしまったな。次こそは必ず仕留める。やつ、リオン、俺は君の事情を詳しく知っているわけじゃないだ。正義のため力を合わせてトガ鬼の首を取ると誓おう。ふん、愚直なやつだ。そういうところはまるで。イージス、よかった、無事。のおい、あれ、王妃レベッカ様だよな。王妃様がなぜ直々に。無駄口を叩いてないで。お前は、失礼します。レベッカ様。イージス、お帰りなさい。お心遣い感謝します。しかし、そのあなたが王妃で、わ、そう、うん、そうね。他の騎士たちの前では控えるようにするわ。いや、そういうことでは。私、イージスに聞いてほしいことがたくさんあるの。また何かお悩み。私でよろしければいつでもお話を伺います。本当？約束してくれる？騎士に二言はありません。そうね。
この前も一晩中私の話をただ黙って聞いていてくれた。泣きありがとう、イージス。王妃様のお役に立てているのなら。王妃なんて呼び方はやめて、レベッカと。いえ、それはできません。もう真面目なのね。まあいいわ、またね。はい。余計なお世話かもしれない。どうしたリオン、親しいのか。まさか。お、ただ彼女はとても悩む。手を差し伸べたわけか。わからない。だがそれは騎士道せ。騎士道か。確かにそれに乗っ取ればそうなのだろう。だがこれだけは覚えておけ。中途半端な優しさは時に何もしない以上に人。やはり余計なお世話だったな。いや、気遣い感謝するよ、リオン。同僚とは少し違う。そうか。僕はもう少し戸郷にの行方を探る。わかった。くれぐ。なんだ。別に肩入れしてるわけじゃない。余計な心労を抱えて、いざという時戦力にならないよう。なんと、僕はお前ほどお人よしじゃないんだ。着いたぞ。これって、後で呼びに来る。ここでしばらく大人。相部屋だが、トガ人には贅沢なくらいだろう。わっ、正体待ってよ。待ってってば。どうしてビシャス、どうして俺たちを攻撃したの。知らない、興味ない。ミゼラ、だいぶ。おい、ビシャス、次会った。ほどほどにね、ミゼラ。もう刺したりしちゃダメだよ。そうね。おい、おい。いや、仕留めるための創意工夫をしてほし。おう、こら、しかとすんな。え、どなたですか。お前ら、なんか忘れてねえか。忘れてるだろ。忘れてるよな。挨拶だよ、この部屋の先輩に。何言ってるの。え、でもこんにちは、はじめまして先輩。野郎ども、やっちまえ。なんで。嫌味で言ってるのにそんな爽やかな挨拶返されたら。ってことで覚悟しやがり。やりましょう、カナタ。ちょうど今そういう気分だったし。うさばらしはダメだからね、ミゼラ。邪魔をするつもり。男女で入ってきてイチャイチャしやがって。そこが一番許せねえ。なんか殺気立ってるね。気にしないで片付けましょう。Get it!
空を引き裂く在庫その身に刻め、セッカー熱雷山。楽勝だな。俺死にそうなんですけど。ま、死んだらそれはそれだ。